が来た。これ超わかるんだけど。コヌージュ、ハチャマチャマ、好きです。到達、到達に告白、ありがとう、嬉しい。え、今年で大学1年生で将来何やりたいとか全く思いついて、思いつかないのです。ハチャマはどんな夢とかありますか？これ超わかる。これ超わかる。マジわかる。あのね、絶対みんな悩むよね。だってさ、学校でさ、教えてくれないじゃん。どうやって夢を見つけるとか。教えてくれないんだよ。夢の見つけ方みたいな。そういう授業してよって思うよね。でも意外と学校の先生とか大学の教授さんとかもね、悩んでる最中かもしれないしね。子供から大人まで自分が何をやりたいのか、そのまず一歩の段階から悩む人ってすごいたくさんいると思う。ハーチャマも実際ね、悩んでた。めっちゃわかる。しかもハーチャマの留学のさ、目的がさ、実際さ、私ハーチャマって幼稚園から、ま、高校までなんかま同じ学校なんだけど、その中高一貫校で、でま中学に入ってて、で高校もまそのままストレートで行けるよって感じだったんだけど、でもそれをやめて留学しようって決めたんだよね。なんでかっていうと、多分このままじゃ私何もだらしなせずにダラダラするなと思って、でま留学できるって機会をね、あのお父さんがくれたから、あ、じゃあちょっとまあ海外留学とかして、まあ、英語とかまあ身につけたりとか、まあ、実際そんな身についてるわけでもないけど、まあそれプラス夢を見つけようと思った。将来何やりたいか見つけようって。だからその見つける旅でもあるんだよ、実はその留学ってものが。で実際さ、こうやって留学して、で留学1年目でその VTuber にやろうってなって、で今 VTuber になって、今の夢は最強アイドルになることでーすってね、もういつも言ってるけど、世界ツアーとかしたいんだよ。ハーチマはそんな夢を持っています。じゃあその夢を見つけるまでどうやって将来のやりたいことを見つけたのかっていうと、自分が夢中になれるものをまずは見つける。ねえ、でも見つけるのもね、難しいんだよね。めっちゃわかる。あの、自分の夢中になれるものを見つけるって、そこから難しいよね。まあ、そもそも。じゃあ、何するかって、探すしかないよね。じゃあ、探すって何すんのって感じだけど、もう手当たり次第にいろんなことに挑戦してみたり、いろんな新しいことをやってみる。何にもせずに、ずーっと、家で、だらだらね、生活してたら、そりゃあ、やりたいこと見つからないよ。まずはね、あの、Google とかでさ、ググったりするんだよ。そんないきなりもうできないからね、もうそんなとってつもない行動力はもう難しいよ、やっぱり。だから一番最初はさ、調べてみたりとかでもいいしね。ハーチャマの夢応援するよ。ありがとう、ありがとう、嬉しい、ありがとう。ねえ、みんなが応援してくれてるから、ハーチャマも頑張ってる、頑張れてるよ、本当に。あと、自分の特技から考えるのもありだと思うよ。多分そういうこと言うときにさ、もう俺、特技ないんだけど、あー、ダメだ、もう終わった、みたいな。絶対そういう先輩いると思うんだけど、意外と考えてみるとね、特技あるもんだから、そこから、やりたいこととか、仕事が見つかるのではないでしょうかー。